日に日に注目度が上昇している井上尚弥選手とルイス・ネリ選手とのスーパーバンタム級4団体統一戦、これをご覧の皆さんも試合が待ちきれないという思いで過ごされていることでしょう。そんな中、日本ボクシング界のレジェンド畠山貴教氏もこの井上 VS ネリについて言及、独自の見解を披露したといいます。というわけで今回はこちらの話題について掘り下げていきましょう。ぜひ最後までお付き合いくださいね。1990年2月のタイソン VS ダグラス以来34年ぶりとなる東京ドーム興行、国内初の世界戦4試合同時興行のメインイベンターを我らがモンスターが務めます。先日の YouTube チャンネル渡嘉敷勝雄竹原慎二畠山貴教公式チャンネルでは、そんな今回の一戦に関する議論が行われました。日本人初のミドル級チャンピオン竹原氏は、井上チャンピオンが今まで戦った中でネリは一番の最強だと思います。特殊にすると畠山氏も、俺もそう思う、ダントツで最強の相手だと思うと同意。一方で元 WBA 世界ライトフライ級王者渡嘉敷氏は、ネリはフィゲロアにボディで倒されてるから大したことねえな。特殊にすると竹原氏が、あれは減量とか体調不良とかが重なっていたと思うと反論します。どうやら畠山氏、竹原氏はネリ選手を高く評価し、渡嘉敷氏は井上選手の相手ではないと考えているようです。畠山氏は、井上チャンピオンと戦ってもあのような結果になるかもしれないですけど、もしフィゲロアぐらいだったら良い勝負じゃないですかと話した上で、三段論法で言えばネリに勝ったフィゲロアにフルトンは勝っているので、井上チャンピオンにとってフルトンが最強の相手だったはず。でもパンチがあるという意味ではネリの方が最強だと思う、一発ある選手は怖いじゃないですかと説明しました。これを聞いた竹原氏も、フルトンはパンチがなかったから脅威じゃなかったよねとコメント。これには渡嘉敷氏も、まあそうだね、一発は確かに怖いと共鳴していました。加えて34年前にマイク・タイソン氏が経験したまさかの敗戦から、井上選手も同じ運命をたどるのではないかという声も一部では上がっています。さらに言えば、ネリ選手はこれまでに井上選手が戦ってきたボクサーたちとは種類が違います。確かにポール・バトラー選手、スティーブン・フルトン選手、マーロン・タパレス選手、直近3試合における井上選手の相手の戦い方は決してアグレッシブではありませんでした。バトラー選手に至っては、試合後に亀戦法と揶揄される始末、井上選手の強打を警戒するあまりに序盤から後手に回りペースをつかまれ、結局は倒されてしまっていましたよね。しかしネリ選手は彼らと同じではないと見られ、おそらくは序盤から前に出るだろうと予想されます。強打を恐れていては、井上選手にあっさりとペースを握られ、勝ち目がなくなるため、そうならない戦い方、つまりは倒されてもいいから倒しに行くというプランを立てているはずでしょう。バトラー選手、フルトン選手、タパレス選手と比して、ネリ選手は一撃の破壊力で上回っています。加えて簡単には井上選手に距離を支配させないうまさもあり、自分の身を守るのではなく玉砕覚悟で差し違えるかもしれません。互いに果敢に前に出る攻防の中で、打ち終わりを狙った一撃が井上選手の顎にヒットしたなら、形勢が一気に挑戦者に流れが傾く可能性も否めません。ネリ選手はそんな展開に持ち込める可能性を秘めた技術と強固なメンタルの持ち主なのです。しかしこのような意見に対しては、畠山氏は否定な様子で、私が言うようにネリは過去最強の相手だという声が結構ある、大橋会長も言っている、そういう面で言うとタイソンみたいにこいつ弱いからみたいな感じじゃないから気を引き締めざるを得ない、まあ井上チャンピオンはそういう性格じゃないし本当に真面目な人間だからと力説していました。井上選手自身もそんな番狂わせの舞台に立つ気持ちを記者会見で問われると、毎度そんな予想を立てられながら試合をしているので、会場関係なくいつも通りの気持ちで臨むだけと平然と言い放っています。またネリ選手について、すごく気を引き締めて過去一仕上げなければならないと思っています、一発のパンチ力はある印象、打たれ強いと感じると話しながらも、4団体のチャンピオンとしてふさわしい試合をしたい、ネリに対して圧倒的に勝つことができたら自分のキャリアの中でステップアップできる、何もさせずに勝つ、そういったところを目指して調整していきたいと圧勝をテーマに書かれていました。またネリ選手の体重超過に関しても、畠山氏は、ネリは山中君相手に2回もしょうもないことやってるけど今回は絶対体重オーバーはしないと断言。これに竹原氏は、ネリもバカじゃないから今回はすごい大金をもらえるわけじゃない、そんなバカなことしないよと主張します。それでも渡嘉敷氏は、でも3回も4回もやってるバカですよと続くと、畠山氏は、でも今回は10試合分以上のファイトマネー、下手したらそれ以上、今回くらいはちゃんとやるでしょうと予想していました。皆さんの中にも万が一またネリが失態したらどうなるのかと不安に感じている人も多いでしょう。実際
練り選手に限らず、近年は体重超過による失格が国内外で目に見えて増えているといいます。原因は数ヶ月かけて減量する旧来の方法より常に水を大量に飲み、計量直前に脱水状態まで水分を抜く水抜きをする選手が増えたため、この方法を使うと直前に2キロは減らせる、すぐ戻せるため計量後に7キロ程度の増量も可能ですが、その分失敗も多いのだそうです。そのため今回の井上 VS ネリは前日だけでなく定期的に計量する条件を設け、失敗のリスクを最小限に抑える措置が取られています。しかしそれでもネリを信用できない人は多いでしょう。井上選手の所属ジムの大橋秀幸会長は、1ポンドでも超過すれば試合はしない、ドーピングでも一緒、当然ファイトマネーも払わないと断言。ですが他に世界戦が3戦組まれているとはいえ、大枚をはたいて入場券を購入するファンの多くはモンスター井上選手のパンチを見たいはずですよね。そんな中、とあるジム関係者によれば、実はネイの代役、いわゆるリザーバーを準備していますと囁いているといいます。国内では初の試みだそうですが、歴史的一大イベントですし、相手が前科2犯のネイなので年には年をと対策を講じているのです。それでは気になる代役は誰なのでしょうか。ジム関係者は WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級王者 TJ ドヘに彼の試合を前座に組んで準備させ、ネリが飛んだら彼が直哉の相手になる、同階級ですしネリと同じサウスポーなので直哉も対応しやすいとコメント。ドヘニー選手は知名度こそ少し低いものの、アイルランド出身で元 IBF 世界スーパーバンタム級王者の強豪、7歳でボクシングを始め、アマチュアボクサーとして200戦のキャリアを積んだ経験も有しています。昨年10月には井上選手のスパーリング相手であった無敗のホープ、ジャミスリー・ラミド選手を1ラウンド TKO で倒し、マニアをうならせた実力者なのです。ドヘニー選手のサブセコンドも、こんなに早く試合が終わるとは思っていなかった、我々は12ラウンドフルに戦う準備をしていたからねと驚きのコメントを残しています。また試合後、世界挑戦の機会を与えられればとドヘニー選手本人はモンスターを意識、素晴らしいパンチ力があるし、ぜひ井上尚弥選手に挑戦する機会があればと最強王者との対戦をアピールしていました。もしネリ選手が再びルール違反を犯した場合に限りますが、モンスター井上選手とベテランボクサーであるドヘニー選手とのマッチアップも、これはこれで興味がそそられますよね。ネリは井上の相手ではないと信じると、カシキ氏は自身の YouTube チャンネルでも井上 VS ネリについて語ってくれています。東京ドームでのビッグマッチが正式発表された会見にて、ネリ選手は再び日本の地を踏むことができて嬉しい、皆さんに申し訳なかったとまず謝りを入れたいと思います。日本のボクシングコミッションの皆様、ボクサーの皆様、帝拳プロモーションの皆様に謝罪を申し上げます。今私は大変集中してきちんと練習をしております。二度皆様を裏切ってしまいましたが、今回はきちんと調整をしております。グレートな試合を見せたいと思います。井上相手陣営にもありがとうございますと伝えたいと謝罪を入れていましたよね。これに渡嘉敷氏は、まあ反省してるようだけど本当に反省してるんでしょうかね、2回も大舞台を台無しにした男だからと、悪道の構成には懐疑的な様子、さらに2度あることは3度あると言いますから、3度あったら大変なことになりますけどね、今回がなくなったら大変、私は前回の試合で死刑って言いましたけど、まあボクシング界からの死刑ね、永久追放だねと厳しい意見をぶつけています。井上選手の所属事務会長大橋秀幸氏も会見後の取材にて、1ポンドでもオーバーしたら絶対にやらない、それは公言します、ドーピングでもやらないと明言していることから、もし今回も体重超過などの失態を犯せば興行自体が消滅する可能性もあるのです。またネリ選手は会見で、井上は輝かしいキャリアを持っている、スピードがあってパワフルだ、良い選手だね、それを上回るために練習に励んでいる、彼はタレントがありたくさんの長所を持っている、恐れてはいない、リスペクトはしていると話していました。これにも渡嘉敷氏は、嘘でしょ、だって前は簡単に倒せるって言ってたじゃん、マークを言わないと日本に入れてもらえないと思ったんでしょうね、とちくり。どうやら渡嘉敷氏はネリ選手を徹底的に疑っているようです。実際彼は母国メディアなどでは、俺は井上を6ラウンドあたりで KO できる、過大評価されている、井上は怪物ではなく普通の選手だ、ただ良い選手というだけだなどと豪語しており、今回の発言は嘘なのではないかという声も少なくありません。また渡嘉敷氏は、井上選手の先ほどのネリが挨拶している時に言っていたんですけども、反省しているということもあるので、過去の因縁は自分の中で持ち込まないように戦いたいなと思っていますとの発言に、それはそれでいいんだけど、どっかに思っておいてほしいですね、バカ野郎、この野郎っていうね、それがないと燃えないのかもしれないと思うね、あの時日本のボクシングファンは相当悔しい思いをしましたから、山中チャンピオンもそうだし、日本中がこの野郎ってなったからね
と正直な思いをと、また、ネリ選手の印象について井上選手は、一発のパンチ力はもちろんあるけど、映像を見ている限り打たれ強い選手だなと感じる。ストロングポイントとしては、そこかな、と、パンチ力と打たれ強さを兼ね備えていると評価しています。しかし、渡嘉敷氏は、まあパンチ力はあるけど、フィゲロアに倒されてるから、フィジカルはそんなにないと思います。顔面は強いと思うけど、ボディはそんなに鍛えてないんじゃないかな。井上チャンピオンはボディ上手いですから、左ボディを打つのか、サウスポーに構え直してボディを打ち直すのか、だから、ボディを印象付けながら、試合するのは間違いないと思う、と予想しました。ルイス、ネリという強豪を迎えるにあたって、自分の中です目標を引き締めて、行かなければいけない戦いだなと思います。過去一で仕上げなければならないと思ってますし、そして試合内容としてもすごく白熱もする。試合になると自分でも予想しています。ネリに圧倒的なされ勝てれば、自分のキャリアの中でステップアップになる。まずはネリに何もさせずに勝つことを目指して、あと2ヶ月、調整していきたい、と意気込んでいた。モンスター、この井上選手の心境を渡嘉敷氏は、逆に返せばですよ、こんなどうしようもないやつ、いい勝負なんかしないよ、あっさり倒してやるよ、そう思ってるんじゃないかな、あなたとは力の差がありますよ、ここではっきり倒して、上のクラス行くか、アフマダリエフという元世界チャンピオンをぶちのめして、5階級制覇に挑むという、これだけのモチベーションがあれば、ネリなんていうのはちょちょいのちょいで、倒してやるよという、そうじゃなきゃ5階級目はいけませんよ、って本人も思ってると思う、とコメント。井上選手の圧勝で終わるというシナリオは、渡嘉敷氏の中では揺るがないようです。また彼は以前にも、ネリは強い、最近の試合を見ると、KO でバタバタ倒している、結構、強いやつにも勝っているし、KO 率も半端じゃないので、もらったら怖いですね、とパンチ力を警戒しながらも、井上チャンピオンも一瞬、気を抜くところがありますから、それさえなければ大丈夫、と、モンスターの勝利を予想していました。そして、渡嘉敷氏はネリ選手が発言した、俺がモンスターの仮面を剥いでやる、井上はパウンド4パウンド最強には足りない、過大評価のファイターだ、とのコメントを紹介。これに対し、そんなことはないですよね。世界中のスーパーチャンピオンたちが認めて、井上チャンピオンの試合を見て、勉強しているというぐらいですから、確実に強い、今までの実績がね、世界王者を全部 KO で倒してきてるんですから、と打ち消しています。その上で、渡嘉敷氏は、ネリは、一番怖いのはドーピングと体重超過、失敗が多いですから、こんなスーパーマッチをなくしたらもう最悪、体重オーバーで試合をなくすのは、大変な損害ですからやるでしょう。こんなことがあったら困りますからね。契約をしっかりして、何回もやってるんですから。東京ドームですよ。厳しい縛りをつけてやらないといけない。二度とボクシング界に戻れないとか、国外追放とか、地球追放とか、この選手、本当にわかりませんよ。とやはり悪道の前科を懸念している様子でした。さらに、亡くなったら大変なこと、体重超過で、しょうがないからやるなんて言ったら、アホみたいなこと。一番心配なのはパンチ力よりもドーピング検査、そして体重超過、その違反するところですよね、と重ねて指摘しました。ネリ選手と因縁を作ることになった山中慎介氏も、スポーツメディア、スポーティバでのインタビューで、井上 VS ネリについて言及しています。彼は現在4連勝中で、直近の3試合は、KO で勝利を勢いのあるネリ選手を、スーパーバンタム級にアジャストしたんでしょう。どれくらいの減量幅なのか分かりませんが、体が大きくなってパワーも増している可能性があります、と警戒。またネリ選手のファイトスタイルについて、打ち始めると回転力がどんどん上がって止まらないイメージです。特に相手をロープ際やコーナーに詰めた時は際立ちます。それは体のバランスが悪いとできない、めちゃくちゃスピードがあるというタイプではないんですが、パンチの軌道とタイミングが独特で、パンチが遅れてくる感じです。それはネリに限らずメキシカンの特徴ですね、と分析しています。その上で、前線のマーロン・タパレスはエルジガードや両手を高く上げて守りながらうまく戦っていました。そのタパレスに比べるとネリの方が隙はあると思います。タパレスにも苦戦はしていませんでしたし、ネリ戦は中盤から終盤にかけてのラウンドで倒すことができるんじゃないかと思います。と試合予想を展開しました。渡嘉敷氏も言及していた井上選手の左ボディについては、オーソドックスの選手がサウスポーの選手と戦う場合は急所のレバーが目の前に来ることになりますが、そこにパンチを入れるにはタイミングが難しいんです。瞬時の判断が必要になるんですけど、井上はその判断力も長けているので、左のボディを的確に打ち込むことができます。僕が相手でも、あの左ボディは一番もらいたくないです。でも井上はあらゆるパンチがフィニッシュブローになる。そりゃ強いですよ。ネリは日本では知名度がある選手ですが、実力差はあると思います、と話しました。山中氏も現役時代には神の左として KO 勝利を周囲に期待されていたボクサー。そして井上選手もまた驚異のパワーから毎試合 KO を待望される選手ですよね。これに関して山中氏は次のように話しています。私自身も勝って当たり前、どのように相手を倒すのか
と期待されていたので変なプレッシャーはありました。ただ井上は別格だと思います。彼は王者クラスの強敵を次々と圧倒してパウンド4パウンドでも一時は1位になったわけですから、早いラウンドでの KO や圧倒的な勝利を期待されるのは自然なこと。ただ井上はさらなる高みを目指しているはず、常にチャレンジするという強い意志を感じます。また今回の試合が自身の敵討ちというテーマで見られることについては、井上は僕とネリとの因縁は意識していなくて一つの試合として捉えていると思います。僕自身もそう思っておいてもらいたい。ただ最近ネリが山中との試合はイージーだったと言っていたと聞きました。ドーピングと体重超過をしたのにそういう発言をするのは違うだろうと、井上戦に向けては再発防止策も講じられましたが、試合が行われないなんてことは避けないといけませんとコメント。また体重超過については未だになぜと考えることがあります。ただ6年が経って怒りの感情は薄れてきましたね。ネリはその後も体重オーバーをやらかしていますが、僕の場合はネリとの1回目の対戦となった13度目の防衛で失敗して、体力的にもメンタル的にも限界を感じました。これまで話したことはないですが、再戦は現役最後の試合にしようという強い気持ちで挑んだんです。だからネリの体重超過が判明しても試合を中止して後日にもう一度とは考えられなかった。 2.3 キロオーバーという結果には強い怒りを覚えましたねと当時の複雑な思いを巡らせていました。さらに井上選手の今後について、山中氏はスーパーバンタム級で対戦相手を探すとなればネリ戦の後はムロジョン、アフマダリエフ、サム、グッドマンかと言われていますね。個人的にはアフマダリエフの方が興味深いです。アフマダリエフはバランスが良くて技術が高くタフな印象もあります。それでも井上の勝利は揺るがないでしょうけどね。グッドマンにも脅威は感じません。彼は KO 率が低くて倒せるイメージが湧かない。パンチがない選手が井上を相手にするのは相当厳しいです。あとはジョン・ミル、カシメロですが、昨年10月のオムニ戦を見た感じではちょっと厳しいですね。井上は年内に3試合を目標にしているそうですが、その後はフェザー級に上げるんじゃないでしょうかと予測しています。いかがだったでしょうか。今回は畠山貴教氏が予想する井上 VS ネイを中心にご紹介してきました。日本を代表するレジェンド王者畠山氏の見解には非常に説得力がありましたよね。ぜひ皆さんの試合展開もコメント欄で教えていただくと嬉しいです。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう1本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。